はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。ラストですね。はい、今回はね、もう次のイベントの情報がね出てますよね。そしてあとこいつね、そういえばやんの忘れてたんで、もうワールドボーイがあるからサクッと倒しちゃおうかなと思います。敵はこちらの必殺技に反撃してくる。必殺技与えた効果は無効化ということで、攻撃力アップは使えない、ダメージカットも使えないということで、特殊能力をうまく使って戦おうということで、スペシャルなアイコンをゲットできるっていうね、いつものやつですね。はい、まあじゃあこれもねチラッとやりたいと思います。はい、ということでね、一応ね、なんとね、元気ドリンクがね3個落ちました。1個2個3個、なんかどれもね、自分のワイポイント稼ぎで倒してたブラックアーミーを誰かにサブアカで倒してゲットしたのかな、なんかそんな感じで、ニャンキシーゲットだね。なんでね、これでメインヤカが3個プラスしたんで20個で、2番目のアカウントが12個、3番目のアカウントが19個の計51個だね。モンストコラボの52個にはいかないんだが、ということで3個追加されましたと。はい、なのでまあ今回は落ちる部類だったかな。前回の暴走エマが42だったんで、まあ、今回もね50の大台には到達しましたと。はい、そしてイベント予告来てますね。イケメン犬が転生して、このなんかお魚みたいな影が見えるけど、それでうんちくまみたいな、うんちくの実じゃないものを持ってるこいつがもう一個の転生なのかな。なんかしょぼい妖怪が転生してるかなって感じで、モテマクールなのかモテヌスなのか、なんかモテ系妖怪、極道なのか兄貴なのか、よろしく、ババーンもいるのかな、あとはケルベロスだか、あとは死神緑いるんかね、あとキュン太郎、ズグキュンタ、ということで武道会開催ということで横取りだよね。武道会かって感じだよね。武道会も稼げないからね。まあなんかね、シャドサイドの時みたいなコインがあると、まあサブアカとかでも頑張りたいって感じがするんだが、まあただ武道会はね、横取りで、スキルの秘伝書がね、ゲットできるので割と簡単にね、だからスキルはゲットしたいかなと思います。ということで転生イベントが、まあ、今後は転生その他転生って感じで1ヶ月に1回転生行くんじゃねえのって感じがするけどね。まあただこの魚と魚なのかな、こいつだよねきっとね。はい、ということなんで、まあね、男が女に転生するとかそういうのはまあやめてほしいけどね。まあまあまあ転生イベントということで武道会、まあ、この前の武道会も変なね、あやとり様とか変な強敵がいなかったんで、まあ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 横取りね、最近の横取りってなんか課金してゲットするほどのもんなのっていう感じがなんかあるんで、横取りイベントも難しいよね、運営の方もやるのね。はい、なのでちょっと壮絶不人気になりそうだが多分ね、不人気の分必殺強くなるんじゃないかなという期待もあるんでね。こういうなんか人気なさそうなイベントに限って必殺強いような気もするんで、ちょっとそれにね期待したいかなと思います。はい、どうなんだろうね、ニャンボが来るかな、スプリングニャンボ、春のニャンボ祭りか、
うん、それもなんかそろそろ来るんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあ明日楽しみに待ちましょう。はい、そしたらやっていきましょうか。最後ミストシャドウね、一応不思議メンバーにしました。不思議もね、今回でデッドラッグ2体になったんで、ルビーさん、そしてナインティールで一応ね1復活を入れといて、でワイルドボーイね、うん、チャレンジステージのこれがあるんでもう楽勝かなと思ってます。技レベルもねおはじきで上げたんでかなり高い。であと自身の妖怪プーニがつながりやすくなる 2.4 倍があるんで、これで結構フィーバーすぐいっちゃうのかなと。そしてみんな大好きクリスタルシュロコマ、そしてアマテラスさんにしたかな、おまけでたまるんじゃねえのっていうことで、はい、ということで、まあいつものねミーラーボール使ってあのフィーバーゲージたまりやすいとかっていうのもあるんだけど、まあまあいいのかなっていう感じで、ちょっととりあえずねまず一回やってみて、わざとちょっと負けて、どんぐらいのヒットポイントなのか、どんぐらいの攻撃力なのかをまず見たいかなと思います。まあ見ながら倒せるかな、どうなんでしょう。ちょ、地獄ムズなんでね、よいしょ。ヒットポイント178,310で攻撃が969かということで、なんかワイドボーイ629だから20%カットぐらい、適当だな。なんか久田の反撃がどんぐらいなのか、ちょっと G 技一発打ってみましょうか。あ、そっか、あ、12万いくんだね。ということでワイルドボーイってほぼほぼぐっ倒せたね。でこれでさよならしよう。ワイルドボーイあると簡単っぽいですね。はい、という感じで、あっさり終わってしまいましたが、スペシャルアイコン初めてクリアしたかな。ラント君ゲットしました。これ霧隠れラント君だっけ、なんだっけ、エイリアンウォッチを持ってるね。ということでこれで私もスペシャルモード初めて撃破したけど、特攻なしはどうやってたんだろうね。うん、もうちょっと最終日なんであんまり深く考えないんですけど、はい、とりあえずゲットしまして、まあ、先ほども言った通りね、一応元気ドリンク今日だけで3個落ちたので、うん、なんか今回はねまあまあ落ちたのかなということ。Y 学園イベントね、今度はクロックレディの吹雪ちゃんとかがね来るんじゃないかなと。来なかったよね、クロックレディ来なかったね。うん、なので獅子王と今回ねゴロミちゃん出てワイルドボーイまで一気に行っちゃったからね、ラント君まで。なのでクロックレディどうしちゃったのって感じだよね。うん、なんでそれは次の目玉なのかなと思いますが、まああとは最後ねワイポイント稼ぎをして倍もらえるとかね、今後また配布どうなのか分かんないけど、うん、まあちょっとおはじきね今後はどうすんだろうね。やり忘れないようにね交換とかも全部もらって、今後この Y 学園コインね、今回剣豪ベニマルがサブアカの3番目のアカウントでねゲットしましたが、今後ねまた出てきてほしいなと思います。繰り返しますが、元気ドリンクはねメインアカ20個、2番目12個、3番目19個で、うん、51個ドロップと感じで、3番目のアカウントがね特に元気ドリンク47が4、8が6、9が14ということで、まあ、今後もこう9まであるんだったらやっぱりこの花子さんをやっぱ早くゲットしてね、トリプルアタックがいいのかなと思いました。スキルとかもね、まあ、できたら交換しちゃおうかなと思いますかね。
神必殺とかはいいとしてもスキルはねやっぱちょっと今後も欲しいのでスキルは交換しとこうかなと思います。あとはレベル、そうあとねこういう時じゃないと、まあ、今回でも9000ワイポイントゲットできたのがでかかったからこういう時にね私あの Z ランクってやっぱさワイポイントいるじゃないですか、あのレベル上げこれだ、エンマね、暴走エンマさんこういう時に上げときたいなと思います。暴走エンマさんってレベル70までいくのかな、ちょっとその辺知らないんだけど、まあこの辺もね、うん、最後調整して次のねイベント楽しみにしたいと思います。次はイケメン犬だから不気味なのかな、どうなんだろう。はい、じゃあ今回こんな感じかな。うん、特に欲しいやつはスキル以外はないかなと思いますね。メデューサ持ってないけどいいや。またちょっとね Y 学園コインぜひね来てほしいなと思います。そこでトイレの花子さんをねもう3アカウントゲットしてからもう6を倒して7を倒して8を倒して9を倒すみたいな、もう基本トリプルアタックで節約してやるっていうね、そういうやつがいいんじゃないかなと思いますよね。はい、じゃあすいません今回こんな感じです。次回イベントを楽しみましょう。それではまた次のイベントでお会いしましょう。さよなら、バイバイ。